は？それはもしや何型かと聞いている？そうと思って…まあいいや、血液型だろ？ A 型だけど。なんでそんなこと聞くんだよ。獅子座だが。おい、トモヤ！だからなんだよ。血液型だの、星座だの聞いて、なんか占ってくれるわけ？この話の成り行きから言って、そうなんじゃねえの？まさにその通りだ。
学校に行ってるんじゃなかったっけ。で、もう用事終わったの？ま、授業サボってゲームセンターなんかに行くからだよ。そのぐらいで済んでよかったじゃない。うん、朝は全然降ってなかったのにね。あ、今日おばさんいないんだ。しょうがない、持ってってあげるよ。うん、期待しないで待ってる。じゃあ10分程度で行くね。証拠口にいるよね。ずっと一緒にいたいよ。Thank you.
ごめん。今、忙しいから。本当にごめん。ことはほっといてよ。いいってば。本当にいいって。待たないでよ。
はあ、昨日ちゃんと学校行っときゃよかったな。いんや、サボりだサボり。それより昨日大変だったんだって？なんかゆえちゃんにひどいこと言ったらしいじゃないか。みんなそう言ってるぜ。ともやがゆえちゃんをいじめて、それで傷ついたゆえちゃんが教室を飛び出してって。ったく、まんまと見逃しちまったよ。そんな光景めったに拝めるもんじゃないってのに。ゲーセンなんか行ってる場合じゃなかった。なんでいじめたりなんかすんだよ。ん？そうなの？でも何らかの形で傷つけたことは事実だろ。ノーコメントか。まあいいや。で、ことの発端は一体全体何だったんだ？またノーコメントですか？俺にも言えないようなことなのか？なんだよ、水臭いじゃねえか。どうしても？なんでだよ。関係ないか。関係あったとしたら？